はいどうも皆さんこんばんはモーシンです今日もですね仮想通貨のビットコインイーサリアム XRP クアンタムイーサリアムクラシック最後エバードームですね、えー、今日6通貨見ていきたいと思います今日が2022年の3月の22日火曜日ですね今が19時43分を回ったところです今日の仮想通貨市場もまた一段とですね上昇してきておりまして、えー、特にですね皆さんお気づきかと思うんですがイーサリアムクラシックがなんとですね前日比13%とか、えー、それぐらいですね急騰しているんですね本当に久しぶりのことなんですけれども仮想通貨市場が 今ね、上がっている要因だったりとか、あと、イーサリアムクラシックがなんでこんなに上がってるのかっていうところを、えー、ちょっとね、えー、詳しく、まあ、初心者の方にも分かりやすくですね、えー、解説していこうかなというふうに思っております。えー、このチャンネルでは仮想通貨関連する、それから世界経済の動向をピックアップして、相場分析と戦略構築をやっております。えー、インスタやツイッターの方でもですね、情報発信しておりますので、ぜひチェックいただければと思います。ちょっと最近ですね、自分の YouTube を見返してみてて、まあ、その初心者に優しい配信がですね、うん、最近できてないなっていうことでね、えー、あの自分で反省しまして、ちょっと昨日の 動画から分かりやすい言葉だったりとかまあテクニカルに関してもですねまあ、より分かりやすく、えー、皆さんに、ね、ご説明していこうかなと思っておりますので、えー、ぜひ応援いただける方はですねチャンネル登録いただければ本当に嬉しいなという風に思っておりますそれでは今日のですね仮想通貨資料の動画から見ていきたいと思いますはい今日の仮想通貨資料こんな感じで上昇しました3%ぐらいですね、えー、ビットコインイーサ上昇してますねポルカドット体のこちらもね結構強くなったんですけれどもまあ、以前からですねこの辺りに関してはお伝えしているような相場分析の通りですので、えー、ちょっと今日はですねまだ上がってない通貨 その辺りをしっかり見ていきたいと思っておりますじゃあまずはですね今日の株式市場のところから見ていきたいと思うんですが日経平均がですねすごいですねずっと上がってきておりまして、えー、前週末比でいくと、えっと、1.48%上昇ですね27,224円で終えたということでやっぱりねなんといっても注目なのは今日ですねかなり円安までいって120円までいったんですね、えー、今120.9円までいってるのすごいですね、まあ、本当にものすごい勢いで円安が進んでいるということで、まあ、この状況を受けて 投資家心理がで、すすねね一気に強気にに強傾いいたっててうここことが、えー、ここでです、ね、言われておりますでまあ、ビッグス指数も下がってきて、ちょっと投資家心理はですね、FOMC も追加したっていうところもあって、落ち着いてきたのかなっていう状況ですね。原因もまあ高止まりはしているものの、どんどん上がっていくっていう風な状況ではないですよね。まあ、ただ、ウクライナの状況はですね、かなりひどい感じになっておりまして、まあ結構ね、一般市民狙ってたくさんのですね攻撃がされていると。それから大統領同士の会談に関しても、今のところね、進展がありませんし、状況はあまり良く なってきてきいる雰囲気がありますよねなので、引き続きウクライナの情勢に関しては警戒しておかないといけないんですけど、今日のところに関しては、欧州市場もね結構反発してきておりますので、まあ、市場全体的にですね、今、えー、一旦リスクオンムードになっているというのが現状かなと思っております。はい、じゃあ、ここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思います。まずはコインポストさんのニュースですけれども、えー、JVCEA がですね、国内の仮想通貨上場審査を、えー、大幅効率化するということですね。グリーンリスト制度、こんなのを入れるということで、まあ、ちょっとね、内容を見て ていただきたいんですけども、まあ簡単に言うと国内取引所っていうのはみんなですね。この日本暗号資産取引業協会 jvca というところですね。ここに登録されているわけですね。で、その国内取引所が新しいコインを上場させたいっていう風になった時に、この jvca のですね。審査を通ったものじゃないと、えー、まあ上場したらダメだよ。っていうルールがあるんですよ。で、皆さんもお気づきかと思います。けれども、日本の取引所に上場されているコインって本当に数十ぐらいしかないんですね。世界見ると本当に数百とかある中で。 全然日本の取引所って扱える通貨が少ないと。それはなぜかというと、この JVCA での審査がですね、なかなかうまくスムーズにいってなかったから、どんどんね、日本の取引所で扱える通貨っていうのは増えてこなかったっていう現状があるんですね。で、今回ここをですね、しっかり改善しましょうということで、えー、審査プロセスの改善っていうのを去年からずっと取り組んできました。それがある程度固まったので今回発表したという形です。で、この審査プロセスの改善と、えー、グリーンリスト制度っていうのをですね、新たに導入するということなんですね。まあ、あまり詳しいところを見てもね、仕方ないか かなと思うんですが、まあ、いろんな視点で調査結果と自社のそれに対する評価がぐちゃぐちゃになっていたけれどもそれをちゃんとフォーマット化しましょうよとそれからそのフォーマット化して取引所にですね審査が通った場合他の取引所でそのコインを上場したいってなった時にもともと審査が通っている通貨であればその時に出したその調査結果とかが共有されてそこに対して自社ではどうだったか補足の部分だったり追加修正の部分だったりを記載するだけでですね既に通っててていいるものををベースとしし審査をしていくことが ででできるるるととというこ,とでこう審査ががすねスムーズになってくる可能性があるとえそれからグリーンリスト制度っていうのもあってですね、これはここに書いてあるね、えいくつかの条件があるんですけど、これを満たすすべての銘柄に関しては、リスト化されることになったそうなんですね。で、そのリストに載っている通貨に関しては、その協会の審査っていうのはもう特にいりませんよと、え自分たちでちゃんとね、調査して、まあ、評価した、その処理はですね、多分残しておかないといけないと思うんですけれども、まあ、ある程度自己責任で自己評価で上場してもいいですよっていうことになったそうなんですね。まあ、これによってかなりねあのー 改善されるかなとは思うんですけれどもただしまあ日本初上場の時っていうのはなかなかですねまだまだハードルが高いんじゃないかなと思いますけれどもまあ、各取引所による取扱通貨はですね今後かなり多くね増えてくるんじゃないかなという風に思っておりますはい続きましてこちらのニュースモーニングスターさんのニュースですけれどもイーサリアムクラシックがですね1週間で54%今急騰しているんですねはいこちら今4時間足ですけどものすごい上昇を見せておりますよねこれがなぜなのかというところでこの記事の中でですね書いてあるんですけれども上がり始めてるということでテクニカル的にはですねめちゃめちゃ めっちゃ強い状況になっているわけですねなので新規の会が入っているっていうのは当然一つ理由としてはあると思うんですけれどもイーサリアムのマイナーの一部に採用されるんじゃないかっていう憶測が支えられているっていうことを言っているんですねどういうことかというとイーサリアムはコンセンサスアルゴリズムっていうそのブロックを承認するときのやり方があってイーサリアムもイーサリアムクラシックも今のところプルーフオブワークっていうですねコンセンサスアルゴリズムが使われているとでイーサリアムに関しては今後ですねプルーフオブステークに移行しようとしているんですねてなる 今までイーサリアムのですねマイナーたちっていうのは既存のマイニング装置ではイーサリアムを掘れなくなるわけですよねそうなってくると同じ装置で、えー、プルーフォーバークのです、ねえー、通貨を掘ら,掘らないといけなくなると、まあ、そうなった時にイーサリアムクラシックが採用されるんじゃないかっていう憶測で、えー、イーサリ i ムクラシックが上,上昇していると、えー、そういうふうな憶測なんじゃないかなっていうことがですねこの記事の中では書かれておりますただしイーサリアムクラシックとイーサリアムペアですねこの取引ペアの過去の、ね、歴史を見ていた時にやっぱりずっと右 下がりなんですね要はイーサリアムの方が強いということです。これが、ね、そのイーサリアムクラシックの、えー、とイーサリアム伊達チャートなんですけれども、ちょこちょここういうふうにです、ね、吹き上がっているものの、ま総じてですねやっぱり右肩下がりになっていると。えー、右肩下がりになっているっていうことは、えー、イーサリアムクラシックに対してイーサリアムの方が強いですよっていうことなんですね。でたま で、たまにイーサリアムクラシックの方が強くなって爆発的に上げるんですけど、それもそんなに長く続かないよっていうことがここで書かれています。ただしこれはイーサリアムと比べた場合の話であって、イーサリアムクラシック単体で見ていくと、テクニカル的にはですね、かなり重要なラインを突破しておりますので、この辺りに関しては、えー、あとのですね、相場分析の中で配信していきたいと思います。あと、まあこれも簡単に見ていきたいと思うんですが、U2D さんのニュースで、今日ですね、匿名のクジラが突然1億2000万ドルのビットコインをですね、市場で閉鎖したと。要はそのショートポジションをですね、 クローズしたそうなんですよね。それがまあ市場に伝わってで数々のですねそのショートポジションがクローズされていくことによって大きな上昇に繋がったっていうことがですねここでは書かれていますね。今回の上昇によってテクニカル的にもですね意識ラインが変わってきております。そのあたりに関してはこの後のねテクニカル分析でしっかり見ていきたいと思います。それから最後にですねオンチェーンだけ見ていきたいと思うんですが今日見ていただきたいのはこちらも結構ね基礎的なところにはなるんですけれども取引所からの出金と入金どっちが多いのというところのチャートですねビットコイン見ていくと出金で明らかにですね。 えー、その取引所から出金されているフローっていうのがえかなり鮮明にですねここ出ているわけですね特に直近では大きなですね出金も確認されてえ非常にですねこう出金されているとで以前も言った通り出金されるってことはビットコインをまあ取引所に預けておくわけじゃなくてえちゃんと自分のボレットにしまってガチをしていきますよっていう方がですね出金していくわけですよねはいなのでまあ市場では強気に見ていくということなんですけれども本当にそれその見方で合っているかっていうところはえこのですねエクスチェンジバランスっていうところで確認できるわけですね 過去の動き見ていくと、価格の動きがこの黒ですね。で、その取引所の残高、ビットコインの残高を表すのがこのオレンジ色。ここ数年をですね、見ていくと、やっぱり逆相関の形になっているんですね。はいあの。この取引所の残高が下がってくれば価格は上昇していくし、えー、取引所の残高が上がっていけば価格は下落していくということで、逆相関の形なんですね。ここに来て、またですね、取引所の残高が下がっている方向に動き出しましたので、これによって価格がですね、逆相関の形で上がっていく可能性があるんじゃないかっていうところが、今ですね、市場で かなりね、注目されているポイントかなっていうふうに思っております。こういった外部関係を踏まえまして、今日も総分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはですね、ビットコインの冷やしチャートから見ていきたいと思います。えー、今のビットコインが42,900ドル、43,000ドル付近をね、推移しております。冷やしでいくと、まあ、今のところですね、予想通りの展開ということで、まあ、下に関しては 20MA と 50MA ですね、それから4500の水平線がきっちりサポートラインとして機能していると。その中で上をですね、押さえつけられていたのは100日移動平均線なんですけど、これも直近の上昇によって抜けてきました。ここからかなり 上向く可能性が出てきたんじゃないかなっていう風にね思っております。rsi もえっ、ー、と50をですね。回復してきましたし、macd 見てもまあ、プラス圏にですね。入ってきたんですね。これ、市場がかなり強く。く 強気にですね、見ているっていう風な、えー、現れなのかなという風に思っております。あと4時間視レベルで見ても、一応昨日もねえ、僕この辺りから攻めるっていうことをですね、お伝えしていたかと思うんですが、移動平均線やっぱり密集を抜けてからの一発目の戻しっていうのは、やっぱり移動平均線たち,たちが密集しているんですね。なのでそこでサポートされやすいっていうのが、一応僕がですね、考える、えー、テクニカル分析の一つの方法なんですけれども、しっかり今回もね、サポートされて上昇に向かっていったという感じですね。なのでこのまま行くと、やはりこの高値をですね、ずっと押さえつけられているこの 辺の辺ラインで、すすねだいいいいいいいたかかから4万 5, ドル付近ままでははやっっぱりり上昇しててく可能性とうのはかななな高いんじゃ思ここでどうなるかっていうのは、はっきり言って、これ以降はね、僕は分からないと思ってますね。どうなるかは誰にも、ね、分かりません。ここのボックスがですね、意識されていますので、またここまで行って下がってくる可能性ももちろん考えておかないといけないということですね。なので、短期的にトレードする方においては、この辺りまでを狙っていって、ここのちょっと手前ぐらいでまあ理覚しておくっていうのが一番まあ無難なです、ね、戦略なんじゃないかなと思います。一方 じゃあ中長期的に見たときにどうなのというところなんですけれどもえ中長期的な視点で見ると4万5000ドルのところもですねえ最終的には抜けていく可能性が結構高くなってきてるんじゃないかなというふうに今のところは思っておりますというのもやっぱり移動平均線がね日足レベルでも密集していてえそこからですねそれを抜けていくというふうになればやはりえここからですね相場は上向きに変わってくるとでもっと引いた目線で見ていくと上昇の平行チャンネルという中で動いているんですね要は上限値と下限値、まあ、トレンドラインですよねこのトレンドラインからそこを打ってですね 上昇に向かっていって最後ですね上限値をタッチするっていう風な動きが過去ですねまあ1回2回続いているわけですね今回もそのセオリーからいくと3回目ということでまあ7万ドルぐらいまでですね上昇していく可能性はあるということですねでそれまでにやっぱり超えられないといけない壁っていうのはいくつかあってまずはこの2050100を抜けないといけないこれがファーストステップとして一つねクリアしそうな状況ですねそれからまあ4万4500っていうここね4万5000ドルのところも抜けないといけないんですけどその上の4万8000に関しても相当意識がされるポイントだという 200日移動平均線もありますのでここを抜けたら中長期的には完全に上向きトレンドということで7万ドルを試してくる可能性は十分考えられるんじゃないかなと思います、まあ、その中で今もですねこの4万5000を抜ける可能性っていうのは移動平均線たちの位置関係がやっぱり以前の1234回とは全く違うわけですよね完全にトレンドが終わっているとそれからまあ反転しそうになっているっていう状況の中での4万5000ドルのチャレンジになってきますので今回はやっぱり抜けていって4万8000ドルを試しに行くとそういう風な可能性が結構ね高いんじゃないかなという風に 今のところは思っておりますはい、それから、イーサリアムですね。こちら、今、3000ドルということで、こちらも、まあ、あの、分析の通りですね、3100までは上昇するだろうということを言っていましたけれども、まあ、そこまでは、あの、普通にですね、いきそうな状況かなと思っています。やはり、移動平均線2050を抜けたっていうところは、相当大きなポイントで、しかも2050がですね、上向きの状況で抜けるっていうことは、やっぱ下向きの状況で抜けるのと全くですね、市場心理って違うんですよね。下がってきてもサポートされやすいと。まあ、その中で上げていって、3100がね、もう目の前まで控えているということで、 ですけどもこれを抜けると、ここのダブルボトムがですね、意識されて、ダブルボトムのネックラインと呼ばれる、この高値がですね、意識されたこのラインですよね。これを抜けていけば、市場は完全に、まあ、相場が転換するっていうふうに判断していくわけですよね。今回の場合は、その3100ドル付近が、まあ、ネックラインになるわけですけど、ここに100日移動平均線も被ってます。なので、一定のですね、重さはあるわけですね。ただ、これを抜けていけば、一気に3600、それから4000、こういったところまでですね、上昇していく可能性が出てくるということで、まあ、そのまさにね、初動なんじゃないか っていう風にですね今見ていくことができるんじゃないかなと思いますマックリアあれさえ見てもいいですねただまあ出来高がもう少しっていうところで、えー、そこだけがですねちょっとあの気になるところではありますけどもただまあテクニカル的に見るともう申し分ないですよね一旦抜けて戻してきて、えー、そこでまあ高値切り下げラインなんかがサポートラインに今度はね変わって上昇に向かっていってるということでやはりこのまま行くと直近の高値である3100ぐらいまではまあ上昇するでしょうっていうのがよくわかるかなということですねショート勢もやっぱこんな中途半端なところでなかなか大きなショート攻めてこないと思うんですよねどうせだ やっぱり意識されるこの3100ぐらいで、えー、引きつけて、引きつけてショートに入ろうっていう方、それから、まああのー、今ロングに入っている方は3100のところ相当意識されているから、あの過去、もっと引、ね、いた目線で見てもですね、なのでこの辺りでちょっと抵抗されたら嫌だから、まあ、理学しておこうかっていうふうに考えると、やっぱり3100ぐらいまでは引きつけられるんじゃないかなと思います。で、今のこの形状を見ると、それもですね抜けていく可能性があって、まあ、3600ぐらいまで、えー、少し試していく。 試しににに行くんじゃなないいかなっていう,ふうに個人的には考えてい、る状況です、はい、それから、えっ、ー、と、XRP に関しても、引き続きですね、非常にいい形の中で、まあ、90セントを試していくっていうことをですね、ずっと言っています、言っていましたけれども、まあ、それに向けて、え、安値をちゃんと切り上げて、高値もちゃんと切り上げてっていう状況で、えー、非常にいい傾向になっているんじゃないかなと思います。こちら、まあ、出来高一定程度ね、ありますし、まあ、RSI に関してもですね、まだそんなに買われすぎっていう感じではないですね。で、冷やしで見ていくと、えー、こんな感じということで、冷やしで見ても、この移動平均線の密集っていう はもう連日お伝えしている通り強いですよね、大きな急落が起きたとしても、やはりここはサポートされて、えー、90セントをまあ、試して、まあ、それも抜けていく可能性が僕は結構高いんじゃないかなと思っています、でこの平行チャンネルが意識されるとなれば、本当に、まあ、1ドルのところもね相当意識されるんですね。90から1 90セントから1ドルのところが相当意識されるんですけど、この1ドルをちゃんと抜けていくことができれば、一気に1.2ドルとかっていうところが視野に入ってくると、1.24とかですね。はい。なので、まあ、本当にそこに向けたですね、上昇の前兆というふうな感じで、今はですね、見ていくべきなんじゃないかなと思います。それから、クアンタム、こちら久しぶりに見るんですけど、ちょっと大きな展開をですね、迎えようとしておりまして、まあ、これまでも言ってきた通り、移動平均線たちは上向きで抜いていってますので、下がってきてもやっぱサポートされやすいと。その中で、100日移動平均線抜いていけば、本格的にトレンドが転換する可能性が見え 出てくるんですけどまさに今ねそこを捉えようとしてるんでですねでこの紫色のところは僕があのいつも言っている歴史的なラインということでもう、えー、とクアンタムの歴史において相当意識されている抵抗されたりサポートされたりっていうね、えー、価格帯になるんですけどそこできっちりダブルボトムを作ってでここの上のですね7.5セント付近のこの水平線ここがネックラインとなって抜けていけばかなりですね上昇が見込めるんじゃないかなというふうに思っているんですね抜けていけば一気にですね11ドルぐらいまではあの上が空きますので短期的にも狙えるだろうし一旦下がってくる 相場は冷やしレベルのですね移動平均線でサポートされる可能性があるのでえそこからまたさらにえサポートされて上に上がっていく可能性がまあ高くなってくるのかなとでそれに向けたまあ上昇の糸口としてはやっぱり7.5セントの7.5ドルですねごめんなさい7.5ドルのところをしっかり抜けていけばえ一気にですね相場が変わる可能性が出てくるというふうに見ておりますはいまあ,あの4時間足レベルでもね非常にいい傾向でしたよねここからまあこの水平線抜けていけばですね結構早めに上昇していく可能性が出てくるんじゃないかなと思っておりますはいそれからイーサリアムクラシックですねこれがすごい 上昇を見せてておりりまししイムククラシック久しぶりなんで、一応おさらいからいいかくくとここのの水水平平線線でですすねね40ドルの水平線っててめちゃくちゃゃ機能していたんです、ね、で下に関しては24、えっと、ドル付近か。なので、この辺りが超重要なラインになってくるわけなんですけれども、直近でですね、一気に急騰しまして、まあ、移動平均線が上向きの状況で抜けたっていうのも、市場心理がね、強くなるっていうことは先ほどお伝えしましたけど、その状況、その勢いを利用してですね、もう一気に40ドルまで抜けていったんですね。今のところ、200日移動平均線まで抜けていってます。 まあこの状況、この上昇は久しぶりですよね。一気に買われすぎ水準まで来てますので、やっぱり一旦どこかでね、抵抗される可能性というか、まあ、売られる可能性はですね、十分考えられるかなと思います。なので、そうですね、今の状況、今43ドルですので、50ドル付近にもかなり重要な、ね、水平線があるんですね。なので、まあ、そこまでちょっといかないかもしれませんね。今の状況が維持されずに一旦こう抵抗されて、そこで移動平均線たちが追いついてきて、さらにサポートで開けれるかどうか、これがやっぱり一番ね、次の展開として考えやすいんじゃないかなと思います。なので今利益取れ てる方はは利益確定ポイントはかかななななり慎重に選ばいいいいといけないかなととけうことで僕だったらこの40から50はね結構やっぱりサポートとか抵抗体としてずっと機能してるラインですのでこの辺りがやっぱりもうあのそろそろね上げ止まりのポイントで一旦下がってくる相場を考えてまあ理学しようかなみたいなねそういったことは考えるかなっていうふうにこれはあくまで個人的なね妄想ですけどまあそんな感じでえ僕は考えますかねあと,えと最後ですねエヴァドームなんですけどエヴァドームもちょっとねえそろそろ上昇しそうな展開になっておりまして4時間足で見ると まあ、ここの紫色のこの、えー、ラインですね。ここがまあ歴史的なラインということで、えー、サポートと、まあ、レジスタンス、ずっと効いているラインなんですけど、これね、今このライン上できっちり止まってるんですね。えー、価格が5.2セントセントですね。これを抜ければ移動平均線たち、4時間足の移動平均線たちを全部抜けていくことになりますし、えー、ずっと高値を押さえつけられているラインが一気に解放されるということで、本当に大きなですね上昇につながってくる可能性は僕は結構高いかなと思っています。近々ランドセールだったりとか NFT のセールもね、始まるというふうにアナウンスされておりますけれども、まあ そこに向けてまたね、需要が一段高まってくるっていうところも、一つファンダ的な要素としてあるんじゃないかなと思います。あとはテクニカルも合わさればですね、えー、と今の状況からいくと、まあ、本当に6.5セントとか7セントとか、まあ、そのあたりまでは一気にですね、上昇をしてくる可能性っていうのは十分ね、考えられるんじゃないかなっていうふうに、個人的には思っておる状況です。はい、ということで今日はですね、6通貨見ていきました。まあ、今後もですね、こんな感じで、より詳しく、わかりやすいように解説を心がけていきたいと思いますので、ぜひあのチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、今年中にね、10万人いきたいなって思ってますので、 えぜひ皆さん応援いただければ嬉しいなと思いますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございます